皆さんこんにちは、みそねぎです。いい天気ですね、今日も。はい、今日なんですけど、忍者400、こちらね、先日阿蘇に行きましたので、走行距離の方が6270キロになりました。6000キロ突破ですね。はい、ということで、今日は忍者400、1000キロインプレ、そして1年間、まあ繰り上げですけども、1年間乗ってみてというね、感想をね、述べていきたいと思います。おそらくね、これが最後のインプレになると思います。本当だったらね、1万キロぐらい行きたかったんですけどね、1年で1万キロっていうのが目標だったんですけど、まあね、途中ね、コロナだったり梅雨だったり猛暑だったりで、で秋冬がねちょっとサボっちゃったんで、結果的にね、1万キロ行けませんでしたけれども、まあ最後のインプレということでね、総括をね述べたいと思います。実際まあ乗ってみて、1年間乗ってみて、本当に苦労のないバイクでしたね。なんか困ったことがなかったですね。本当にいいバイクですね。はい、軽さだったり、加速感だったり、ひらひら感だったりと、もう走りの面に関しては、もう文句なしですよ。高速もバッチリ走れる、ロングツーリングも全然いけると、でこういう街乗りも OK と、もうまさに万能なバイクですよ。これはね、忍者400に乗られてる方しか多分分かんないと思います。乗ってる方だったら絶対納得していただけると思うんですよ、僕が言ってることね。それぐらいにとてもいいバイクです。僕のスタイルとしましては、この忍者400のおすすめしたい対象というのが、僕と同じく初心者の方にすごくおすすめしたいバイクなんですよね。なぜかというと、乗りやすい、そして初心者が一番怖いであろう立ちこけというね問題、これはね、あの前回お話ししたと思うんですけれども、立ちこけの心配がねかなり少ないですね。軽い、足つきがいいということで、足つきは本当にもう、こう片足になったらもう結構倒せますよ。倒しませんけど倒せるとこまでいけますんで、それぐらいね軽くて扱いやすい。そして立ちこけといってもいろんなパターンがあると思うんですけど、低速でね旋回しないといけないような時も低速トルクがありまして、非常にやりやすい。万が一低速トルクでねちょっとおっとっとってなっても、足をついて踏ん張れるぐらいの軽さなので、立ちこけの心配はないですよ。このバイクは167キロですから。ということでね、僕はねこれは特に初心者さんにお勧めしてます。別にねこれベテランライダーの方が乗ってもね、それはそれで楽しいと思いますよ。こんなにいい子なのかっていう感じが多分すると思います。ザ優等生ですよね。ただし、まあ今までのその乗られてきたバイクが結構癖があるバイクだったりね、そういう尖ったところがいいんだっていう方は、もしかしたらちょっと物足りないというふうに感じるかもしれないですね。はい、そこはもう一長一短ということです。それ以外はもうね、本当にいいバイクですよ。もう本当にいいバイクとしかずっと言ってないですけど、本当にいいバイクです3回目、でただね、いいとこだけ言っててもしょうがないので、やっぱ悪いとこも言わないといけませんね。悪いところは、まあまず一つずっと言ってるのが積載力のなさ。リアシートのスペースがもう本当にこれぐらいしかないんで、工具がギリギリ入るぐらい、工具とまああの ETC とかドラレコとか、あの辺を収めるのが精一杯という感じですね。それぐらいにリアの収納はないです。でもちろんメインのシートの下にもそんなにないです。バッテリーがあって、その上にそれこそ、ETC とかああいう薄っぺらい機材が入るぐらいのスペースしかないですね。でそこに関しては積載力はもうほぼゼロと言ってもいいというぐらいの、まあ、弱点があります。まあその弱点も、こういうふうに今僕はねリュック背負ってますけれども、そういうリュックとかでねカバーは全然できますので、リュック、それからシートバッグ、それからタンクバッグ、シートバッグとねリュックがあればほぼほぼもうあれですね、旅行ぐらい行けるんじゃないかっていうぐらい、あの行けると思いますよ。はい、なのでまあ工夫次第、背負うのがどうしても嫌だっていう方、夏場とか特に蒸れる問題を気にされる方いらっしゃいますけど、まあそういうのが嫌な方はあのシートバッグでいいんじゃないかなと思います。あとは弱点らしき弱点は、強いて言うならば、街乗りレベルでは全然気にしなくていいんですけど、高速走行になりますと、だいたい速度100キロを超えると途端に振動が激しくなります。これはもうツインの宿命だと思うんですけれども、結構なね振動がきますね。まあ80キロぐらいは全然問題ないんですけど、80超えたあたりから徐々にこう振動が強くなってきます。8000回転ぐらいまで回してみたんですけど、やっぱりね振動すごかったですね。ウインカーのボタン、進路変更の時ウインカーのボタンを出すんですけど、出す時にウインカーをこう操作してる感覚がちょっと分かりづらいぐらいに振動がありました。そう、それぐらいにやっぱね高速になればなるほど振動がちょっと強くなりますので、そこがちょっと気になる方はいらっしゃるかなと思います。振動の種類はですね、まずやっぱこのハンドル、グリップから伝わってくる振動と、シートから伝わってくる振動、玉裏に来る振動ですね、はい、玉裏振動、それとこのステップですね、両足のステップ、
ステップからも振動がきます。ですので体が接してる部分全部ですね、全部にやっぱね結構な振動がきますので、まあ、そこがちょっとね長時間2時間ほどの高速道路走行、連続でやったんですけど、やっぱりちょっとね手が痺れたりとかしましたね。あとはライポジがまあネイキッドに比べるとやっぱ若干前傾姿勢なので、やっぱり手に負担がちょっときますね。あとはやっぱお尻がですね、シートがどうしても硬いので、長距離走行になるとちょっとお尻が痛くなるですね、ゲルザブ R を僕は敷いてはいるんですけど、それでもやっぱカバーできないくらいにシートが硬いので、そこが弱点ですかね。悪いところはね、まあ、大体そんなもんかな。あとは燃費もいいですしね、燃費もね控えて乗れば30いくらしいので、僕はだいたい22から26、よく言って8ぐらいですかね。なので結構燃費いいですよ。燃費もいいし、でレギュラーガソリンでいいしということでね、非常におすすめのバイクでございます。ストッピング力もね、なかなかありますよ。はい、そんな感じで、忍者400の、ラストインプレでした。まあ1年間ね、繰り上げですが1年間乗ってみて、非常にいいバイクだなと思います。手放すのがね本当にもったいないですよ。こいつがねボアアップして600ぐらいになってくれたらね、そのまま残すっていうね選択肢をもう出したいぐらいですよ。まあ167キロで600ってなったらもうえらいことになるでしょうけど、まあねちょうどねそういうバイクがね一つ上に忍者650というのがありますのでね、大型に行った時に僕は 6R 一択だというふうに言ってましたけれども、あくまで 6R は最後のねゴールだと思ってますので、もしかしたら、大型行った時にね忍者650に行くかもしれません。この乗り味がねそのまま大型になってるという感じでしょうからね、はい、楽しみであります。はい、ということでそんな感じで、そうですね、もうこれが最後のインプレになりますけども、忍者400のインプレ、1年間インプレ、6000キロインプレということで、いかがだったでしょうか。僕のね、インプレを見て参考にしてくださっている方が少なからずねいらっしゃるようで、非常にね嬉しく思いますし、やってよかったなと思ってます。もうまた忍者の話かよっていう、ね、ちょっと方もいらっしゃるようなので、まあねあんまりこうしつこくやってるのもどうかなと思いますけれども、まあ、これがねこの忍者400とのね最後の初心者インプレですので、まあ最後にねこれをねぶち上げて、あとは忍者くんのね余生をね過ごしていただこうと思っております。ケツが痛いさあ、そして1年間ね、この忍者400と一緒にね走ってるところを見てくださった皆様、本当にありがとうございました。忍者400はね、まあ、来月まだあとね1ヶ月弱はあると思いますけれども、まあ、来月にはね手放すということで、走る機会がね、もう見れなくなると思いますけれども、これまで、応援いただきましてありがとうございました。はい、別にね元ブログをやめるわけではないので、次がね今度の新しい相棒 25R が納車されましたら、また、変わらずね今以上に頑張ってバイクを、ね、楽しんでいこうかなと思ってますので、変わらずね見ていただけたら嬉しいなと思います。以上、磯野でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。